さんは綿棒派ですか耳かき派ですか。私は耳かき派です。耳に入れた瞬間のゾワワって感じが好きです。笑い。僕も耳かき派ですね。ただ昔ちょっと苦い思い出があって、耳かきが好きすぎてずっと書いてて血出しちゃったことがあるんだよね。だからあまり過剰にやらないように気をつけてます。皆さんも気をつけてください。山田です。まあ皆さんね、ちっちゃいトラウマとかさ、大きなトラウマとかさ、いろいろあるかもしれないですよね。まあ僕は今ね、トラウマの一つを今こう打ち上げたわけですけども、まあそういうね、なんかちっちゃいトラウマとか面白い話なんでもいいので、質問箱をコメントの方でね、いただければオープニングでちょっと拾っていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今回なんですけれども、なんとですね、5月の2日に新しくフィールドタスク、フィールドリサーチ、こちらが更新が入るといった内容のこちらツイートがあったんですね。さらには新しい技のデータがちょっと入ってきたというね、そういったお話をいただきました。でこれがね、結構今まで実装されたポケモンたちの評価を変えそうな、そういった技だったんですね。ということで今回は、5月上旬ですねに、おそらく追加されるであろうフィールドタスクについて、そして、新しく追加される技について、この2点をね、ピックアップしてお話ししていこうと思います。はい、まずこちらですね、ポケモン GO フィールドタスクが追加ということでね、 0.101.0 のアップデート情報というのが、まあ、判明したというのがね、まずこれがございます。新しいフィールドリサーチが追加、新技打ち落とすが実装、ポケストップに画像をアップできる、あとは天気報告機能が追加、新しいフィールドリサーチの追加、こちらのタスクが追加されるというのはですね、公式さんの方からね、画像と、ツイート等がございましたので、ほぼ確定で問題ないかと思われます。でこう内容なんですが、事務戦やレイド戦に関係しているタスクになる可能性が高いとのことでした。はい、今現在もね、フィールドタスク、事務、レイド、これに関連するものって割と多い、まあ多いってわけじゃないんですけど結構ありますよね。事務戦に勝利するとか、レイドバトルをやる、もしくはレイドバトルもそのランクいくつ以上のやつをやるとかね、レイドのレベル3以上とか、こういったものはタスクとしてね、皆様見たことあると思うんですが、ここを追加していく、拡充していくっていうことはおそらくなんですけど、今までよりも細かい設定になってくる可能性があるかなと思いました。例えば黄色ですよね、黄色のそのレイドを何回以上、ピンクだけを何回以上とか、あとはありそうなのはタイプ別ですよ、何タイプのレイドを勝利するだとかね。ただそこまで絞ってしまうと結構そのクリアがめんどくさいというかね、例えばその伝説レイドを5回やるって言われてもね、伝説レイド1日で5回やれる時間がそもそもないっていう方もね、世の中に多くいらっしゃいますので、まあそういった意味ではね、結構どうなってくるかなっていうのはね、僕はちょっと思っているんですけども、まあ何はともあれね、タスクの幅が広がってくれるのはその日とその人次第のね、こうポケ活、その日できるポケ活に合わせてタスクを選べる振り幅が、すごい増えてくれますので、そういった意味ではね、ありがたいですね。ゲーム内のニュースによると5月2日より新たなタスクが登場するとの記載がありました。はい、ポケモン GO を今日開いた方の、ね、通知はショウインと、一発目のゲーム開いた時はショウインってきっと出てると思うんですけど、また、電気飛行タイプのポケモンをテーマにしたタスクも増えると発表されている。新タスクの追加に合わせて大発見のポケモンもサンダーに変わるようだ。はい、そうなんですね、こちらなんとその告知の、画像の中にいるのが、まあ、見てわかる通りサンダーだったんですね。ということで今まではフィールドタスクをこう毎日こなすとスタンプがポン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 と進んでいくと、毎回ファイヤーっていうね、ちょうどこの動画の1個前のやつで僕話してたんですよね。まあまだファイヤーかと、そろそろ入れ替わっていただけませんかいという話をしていたんですが、タイムリーに来ましたね。でこれね、ちょっと読めないんですよね。例えば僕がこれをね、まあちょっとやらないですけど、さすがにね、もったいないから、タスクを毎日こうもう今日から5月の2日まで1回もやらずにスタンプ進めないで2日にやった場合どうなるんだっていうのはちょっと気になってはいます、正直。ただね、それをやるメリットマジで1ミリもないっていうのと、多分その見たいっていう好奇心はあっても、それがためになる、勉強にはなるけど、ゲームをプレイする上でそれをやるメリットがある方々っていうのはちょっと今の僕の想像だと思いつかないので、多分やらないと思うんですけどね。はい、まあ、ということでね、5月2日に新タスク、しかもそれは電気飛行タイプが、どうやらテーマになっているということだそうでした。新技打ち落とすが追加、アップデート後に新技打ち落とすが通常技で追加される可能性があるとのこと。はい、すごくこれ短いんですが、ここかなり今日大事です。ということでちょっとボリュームがね、増えちゃうんで、これは一旦後回しにしますね。はい、そしてこちら、
ポケストップに画像をアップできる、最新バージョンでポケストップに画像をアップできるようになる可能性があるとのこと。現在詳しいことは分かっていないが、ユーザーでポケストップ画像を変えられるのは面白い機能だと言える。なるほど。これ攻略の方が、攻略チームの方が画像のアップっていうのをね、画像アップできるようになる可能性があるとのことって書いてあるんですけど、正直メリットないですよね。いや、こう言ったらちょっとあれなんですけど、いろんなポケストップがどんどん画像が入れ替わってっちゃうから、僕としてはですよ、僕個人の見解としては、ポケストップ、自分が触るポケストップの自分視点の画像だけを変えられるとかの可能性はまず1個あるなと思うんですよね。もうみんながしっちゃかめっちゃかにこう入れ替えできちゃうようになると、なんかわーってなると思うんですよね。ぐちゃぐちゃってなっちゃうと思うんで、あとそのナイアンティックさんもそのデータの管理って割とめんどくさいと思うんですよね。はい、なので個人レベルで入れ替えるっていうことは、例えば事務戦とかやってると他のプレイヤーさんが置いているポケモンとか出てくるけど、どんなニックネームをつけていてもこれって他の人からは、分からないじゃないですか。例えば僕の、ハピナスが、ペペペペペペって名前なんですけど、そいつをジムに置いてて、この僕のペペペペペペに対して攻撃をしている他のトレーナーさん、がはハピナスっていう名前になっちゃってるんですよね。だから視認できないんですよ、他の人の変更点っていうのは。だからそれと同じような感じになる可能性ありますよね。もしくはこのリングの中ですよね、ポケストップのリングの中の画像を入れ替えるんじゃなくて、例えばメモリアル的な、そこに来た人がその、ポケストップ自体に何かこう例えば画像を貯めておく機能があって、そのポケストップの近くで撮った AR 写真だとか、そういったものをそこにこうペンと投稿できるとか、そういった可能性もまあなきにしもあらずかなとは思うんですけど、結構管理が難しそうですねこれね。あ、そうなんですよね。例えば機能だけはちょっと入ってても実際に使われないとか、使われるようになるのでものすごい時間がかかるっていうパターンすごくあるので、今の直近で来るかどうかは今回の場合ちょっと何とも言えないと思います。はい、次行きましょう。天気報告機能が追加。最新バージョンで天気の報告機能が追加されるかもしれないとのこと。現実の天候とゲーム内の天候が違うことがあったが、報告機能によって改善されると思われる。なるほど。つまり、まあ実際僕もありましたね。昨日とかも直近でありました。カンカン照りなのに、ね、ゲーム内雨みたいな。まあホエル子が欲しかったから全然嬉しかったんですけど、これが噛み合ってない逆の噛み合い方の時ってすごい嫌ですよね。水タイプのポケモンが欲しいって現実世界は雨なのに晴れみたいなさ、なってると、うわブーストさせーやーってなるわけですよ。まあ今回後半へ触れた天気報告機能とポケストップの画像については、まあちょっとね詳細がまだ分かりきっていないので、その辺出たタイミングでまたお話ししていこうと思います。はい、それじゃあですね、ちょっと僕がずーっと喋りたかった打ち落とすについて少し見ていきましょう。はい、こちらですね、ポケモン GO 新技打ち落とすが登場、詳細や覚えるポケモンまとめ。はい、見ていきましょう。ですね、まあ、新技打ち落とすが追加される可能性が今ありますよというのが、今現在の海外サイトさんの方から出てきました。で、これなんですけど、その海外サイトさんの予想ではなくて、ちょっとそういったね、なんていうんですか、ソースがあるような、今回は、書かれ方をしていました。まあ、もちろんね、100% じゃないんですよ。100% でもないし、いつ実装されるかわからないのですが、実現性というか、実現度は割と高いと、今回は思っていただいて結構です。そしてじゃあ打ち落とすっていう技自体を少し見ていきましょう。打ち落とすというのは岩タイプの技なんですね。原作では、地面タイプの技は飛行タイプのポケモンに当たらないが、この技を使うことで当たるようになるというね、そういった技なんですね。ただまあポケモン GO でそういった仕様になるかどうかは何とも言えないですが、まあ岩タイプの技として追加されますよと。ポケモン GO の方での性能っていうのは正直まだ分かっていないんですね。例えば威力とかね、おそらく技1になるんじゃないかと、今のところは言われています。そしてここがやっぱり気になるところだと思うんですよね。何のポケモンがこれを覚えるんだいと、これはね原作では非常に多くのポケモンが覚えてくれるんですね。第1第2第3世代しか今ポケモン GO だとこう追加されていないので、その範疇で覚えそうなポケモンっていうのがこうポッとちょっとね例として、挙げられています。はい、ご参加カメックスと思いますね。ニドキング、ニドクイーンとか、そうカイリキとか、はい、割と、強力なポケモンとかも覚えますね。カビとかサイドもいます。リングマとか、そうパンギラスもいますね。でこれこの画像の中にケッキングいるんですけど、
ケッキングは正直僕はないと思ってます。彼は非常に、ね、CP が高いポケモンでございます。伝説とかもね、目じゃないぐらいの威力、そのステータスをしているので、それの対価として代償として、技1が威力が出ない、あくびっていう風な構成になっているので、そこがね崩れてきちゃうからね、技1で打ち落とすが来ちゃうと。で、まあ、の本来だったらここで終わっちゃうんですけど、打ち落とすの紹介って、僕はここで、言いたいのは、打ち落とすが技1でかつ岩タイプでこう入ってきた場合、すごい注目すべきポケモンというのが何体かいるんですね。今挙げたポケモンたち、岩タイプのこの技を覚えるかもって言ってるやつの中で、代表格としてバンギラスを挙げさせてもらうんですけど、彼って悪技と岩技みたいな、ストーンエッジを皆様、覚えてるバンギラス使ったことあると思うんですけれども、このバンギラスっていうのは、噛みつくストーンエッジみたいな感じになっちゃってるんですね。多分おそらく皆様、岩で行きたいんだったらそっちの方がいいというふうに言われてるんですが、つまりは岩で一致させることが今までバンギラスってできなかったんですよ。でもここで打ち落とすをもしもバンギラスが覚えてくれた場合、岩でいけるんですよね。今現在バンギラスっていうのは岩ストーンエッジを使う運用方法と噛みつく噛み砕くの悪一致で使う場合、この2パターンがやはり主になってくるんですけれども、これが悪岩ではなくて岩岩で使えるようになってくる。これはものすごくメリットが、ありますね。岩で弱点を突きたいポケモンに対して、今までよりも素早く、攻撃、ダメージを与えることができる。でこれバンギラスだけじゃないんですね。まあ、全部が全部ね、こう開けていっちゃうと、こいつが技1で岩を覚えるメリットがこいつにもあるって全部言ってきちゃうとちょっとね膨らみすぎちゃうんですけど、まあ分かりやすく言うと、バンギラスと同じ状況に当てはまるのは例えばサイドンとか、あとはボスゴドラとかね、はい、この辺割とジムとかレイドでも見る機会がある、そういったポケモンたち、この2匹も同じなんですよね。技2では岩を覚えた、技1では覚えなかった。でもそこで技1で岩を覚えることによって岩一致で自分とタイプ一致で打てると。あ、オムスターとかもそうですね。はい、結構ね、結構変わると思ってください。ただその打ち落とすを果たしてどれだけの幅のポケモンが覚えるのか、もちろんこれは分かりません。実装された時に誰がそれを覚えるのかによって評価とかパワーバランスは全然変わってきてしまうのですが、個人的には実装されるかもと聞いてこんなにワクワクした技っていうのは久しぶりですね。まあ、コミュニティでは置いといてね。あ、で一つだけ覚えておいていただきたいのは、今回の打ち落とすがもしも実装された場合ですね、技っていうのは新技が入ったならば、それを覚える対象ポケモンは何かの技を覚えなくなるっていうパターンがほとんどです。ということで、今回ね、挙げたポケモンたちがもしかしたらこれが入ってきたことによって何か覚えなくなるという可能性はございますので、すごいよくないパターンとしてはさっきのバンギラスですよね、が噛みつくを覚えなくなっちゃうパターンとかも、まあ、可能性はゼロではないんですよね。打ち落とすが来た代わりに、噛みつくができなくなったってなると、今後噛みつく噛み砕くを、量産することができなくなっちゃうわけですよ。なので皆様、打ち落とすを覚えるかもしれないポケモンたちは、技1をとりあえず最適なのをもう確保しておきましょう。で、将来的に来た時にこうすげ替えができるような状態ですよね。レガシー化、技がレガシー化する可能性、もう覚えなくなっちゃうってことをレガシー化っていうんですけど、っていう風にこうなってもいいような準備を、しておきましょう。特に僕はそのバンギラスとか、まあ、サイドンとかもそうですし、まあ挙げられてるポケモンいくつかはね、ちょっと、まあ全部はちょっと僕もね、まだこう、すべてのこう、なんですか、状況を把握しきれてはいないんですけども、まあ結構いるので、その点皆様ご注意ください。はい、では今回はこちらの質問を答えていきましょう。お名前がユーリーナ、桜井さん。質問です。これから来るであろう第4世代で山田さんが推したいポケモンは何ですか？ちなみに私はガブリアスが大好きですと。はい、ということでね、第4世代なんですけども、もう僕リアタイでやってなかったんですよね。リアルタイムでやってなくて、でも今第3世代来てて次第4が来るっていうのが分かってるじゃないですか。なんで、1ヶ月ちょっとかな？前にソフトと攻略本をもう両方ともね、もうアマゾンでバンと買ってきて、ウルトラサンムーンとか、あと他にもねアプリありますけど、といったまあこう同時進行でやってるんですね。まあドサイドンですかね。ちょうど今日の動画的にね、どうしてもちょっとサイドンが話題に出しちゃったので出てきてるってのも正直あるんですけど、まあサイドンすでに強いのに、これの進化系ってどうなるんだいって話だと思うんですよね。やっぱり皆さんもそれはね、思ってると思うんですよ。思ってると思うっていう日本語を僕ね、ちょいちょい勢いで喋っちゃうんだけど、マジでバカみたいだから、やめたいんだよね。
はい、まあ余談ですけど、すでにね、優秀なポケモンたちの、そのさらに進化系っていうのは第4世代は割とね、まあドサイドンだけじゃないです。他にもいますから、そういったコラボね、結構その注目されがち。まあそのうちね、それらをまとめたりする動画も、前多分撮ってない、あ、撮ったかもしれないね。撮ったか、多分撮ったな。はい。なのでそこに挙げられてる奴らはやっぱり注目したいですし、あとエンベルトね、はい、もうね、ポッチャマ使いたいんだよね。第4世代ちょうど選んだのがそうだったのでね、はい、エンベルトがちょっと僕としては、気になってます。かっけえしね。はい、まあ他にもね、かっこいいポケモン、かわいいポケモン、第4世代に続々、追加されますが、まあいつ来るんですかね、GO の方でね、気になります。はい、ということでね、もしよろしければ動画のコメント欄ですね、オープニングとエンディングで、まあくだらないやつでも OK です。ポケモン GO 関係あるやつ関係ないやつ、質問や相談何でも OK なんで、ぜひぜひ、質問と書いて、コメント欄に投稿よろしくお願いします。はい、ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。